ミンカラーバー、ミャンマー在住のシュンです。今日は4月の25日土曜日になります。今日現在のミャンマーのコロナウイルスの感染者の数は144名、亡くなった方は5名、回復された方は9名となっています。昨日なんですが、朝に明日の月曜日アラビンで日本に帰国されるお客様のところに行って、今住んでいる住居の鍵を預かってきました。アナのホームページを見ると5月9日便が最終便となっていて、5月の10日から5月の末までは一時運休となってます。6月以降については今のところ未定のようです。ですから5月の10日以降は緊急な事態があったとしてもミャンマーから出ることはできない、いつ帰国できるかまだ未定というような状況になっています。今現在ヤンゴンでは夜間の外出禁止令が出ていて、夜の10時から朝の4時まで外に出てはいけないことになっています。この措置が6月の22日まで延期されたというような情報が出ています。こちらの方は毎年恒例の新年の恩赦で2万5000人近い受刑者が今年は釈放されるということで、治安の悪化なんかが心配されるので夜間の外出禁止令が出ているようです。またヤンゴンではないんですけども、マンダレーの方では水祭り期間中の前から一時閉鎖されていた市場、ローカルマーケットですね、こちらの方が4月の22日から再開されたというようなニュースも入っています。ただ検温と手洗い、マスクの着用が義務になっています。複数人で行った場合にも代表者の1人しか入れないということです。はい、昨日の朝の映像になるんですが、ダウンタウンの税関付近に行ったので、その時の映像をご覧ください。その後は一度家に帰ってきて、午後にタクシーで、髪を切りに行ってきました。もう3ヶ月ぐらい切ってなかったんで、もしやってなかったらこのまま我慢するしかないなぁとは思ってたんですけども、やっていました。基本的にホテルの中にある施設、飲食店や美容室などは営業しても良いようです。はい、こちらは昨日の朝の映像です。ダウンタウンに向かってる車の中から撮ってます。お正月休みが終わってから一日一日と少しずつ車が増えてるのかなといった感じを受けました。ただまあ渋滞するほどではないですし、ダウンタウンを除けば道を歩いてる人はほとんどいませんでした。ダウンタウンの中では路上での物売りや屋台は見かけました。ただ皆さんマスクはちゃんとしてました。この辺は税関の裏側で、役所や銀行なども集まっているので、普段であれば駐車スペースなんかは全然ないんですが、この日はまだ空きスペースがありました。ここも普段は屋台がいっぱいあって、すごく混み合ってる場所で、まっすぐ歩くことができないぐらいのところなんですが、今日はこんな感じでガラガラでした。まあお客さんとも話をしてたんですが、6月末までは住居があって、一時帰国ということなんですが、2ヶ月では戻ってこれないんじゃないかなと、というお話でした。早くコロナが収まって、外国人の入国制限が解けるといいんですけど、そうなってほしいですね。で、午後になってから予約を入れた瀬戸那ホテルの俊治松尾という美容室に行ってきました。いつもはなかなかすぐに予約は取れないんですが、今日はコロナウイルス中ということもあってすぐに予約が取れました。入り口ではパスポートナンバー、名前や電話番号まで書かされました。ヤンゴンはどこに行ってもチェックが厳しめです。ホテル内はお客さんも少なくて空いてました。はい、こちらが俊治松尾美容室です。こちらのお店はお客さんの 3、4割はミャンマー人のお客さんらしいんですが、コロナウイルスの騒動になってから来るのは日本人のお客さんだけになってしまったということです。ただ日本人の駐在員さんも帰る方が多く、特に奥様などのご家族は先に帰られてしまったので、お客様も減ってしまって、家賃の方はホテルの中なので結構高いらしくて大変だというふうに言ってました。こちらのお店なんですが、水やお茶だけじゃなくて、頼めばキリンビールの一番搾りも出してもらえます。今日はパーマをかけたんですけども、長時間座ってなければいけない時にはとってもいいサービスだなと思います。まあそれが理由で今日はタクシーで来たというわけです。ちなみにお値段の方はカットが48ドルでパーマが60ドル、あとは税金になります。
はい、今日は冷蔵庫の中に鶏のもも肉が残っているので、こちらを使って和風ソテーを作っていきたいと思います。はい、材料の方はこんな感じです。パプリカとアスパラとしめじとかぼちゃ、あと鶏の胸肉と、調味料の方がニンニク、醤油、料理酒、みりん、砂糖、ごま油になります。はい、じゃあまず野菜の方から切っていきます。パプリカですね。で、しめじです、ね、はい、野菜はこんな感じです。野菜に調味料を加えます。醤油が小さじ1、みりんも小さじ1、あと砂糖が小さじ1です。はい、あとはよく混ぜてレンジでチンします。はい、じゃあ鶏肉ですね。鶏肉の方は油だけ取っちゃいます。はい、鶏もも肉の方ですが、調味料をかけていきます。まず最初にニンニク小さじ1、はい、ニンニク小さじ1、はい、醤油小さじ1、お酒が大さじ1で、ごま油が大さじ1、最後にわさびが小さじ2ですね。はい、あとは火にかけて焼くだけです。はい、今日は鶏もも肉の和風ソテーと、あとはレンジでチンした野菜、こちらの方で夕食食べていきたいと思います。やっぱり最近ですね、ジムとか行けないんで、どうしてもお腹とかね、ちょっとずつこう脂肪ついてきてしまうんで、なるべく炭水化物を取らないような食事を夜するようにしてます。はい、ではいただきます。まずはビールから。まず最初は鶏肉からいってみます。適当に作った割には結構美味しいですね。ただ本当に調味料をかけて焼いただけなんですけども、本当お手軽で簡単だと思います。で、今日作ったこの野菜の方もレンジで調味料をかけて2分間チンするだけなんで、すごい簡単です。食べてみます。はい、普通に柔らかくて美味しいです。はい、じゃああとはゆっくり食べていきます。